皆さんこんにちは。そしてこんばんは、田口勝です。今日はですね、僕がプロデュースするパーソナルジムが、1周年記念を迎えたということで、皆さんどんなジムかっていうのをね、まだまだちゃんとお見せできてないところもあると思うので、今日はそのプチ紹介動画みたいなのをちょっと撮っていきたいと思います。ということで、もう早速ついてるんで、もう看板がこんな感じで、じゃあ早速入っていきたいと思います。レッツゴー。はーい、到着しました。まずはね、この嫌な気持ちにさせるかのような階段があります。はい、登ります。まあ、ここが受付ですね。ここでカウンセリングしたり、次の予約とかそういうのをやったり。で、これがね、あのジムのロゴですね。この色もね、ちょっとこだわり持ってやりました。で、まあここでお客さんと、まあ、うちのトレーナーと話してもらって、いろいろ話を進めていくという感じです。はい。で、こちら、ちょっとなんかあるよ。おこがましいですけど、ミニ博物館みたいな感じで展示させてもらってます。いいじゃん、ジャイアンツ時代のもあるじゃん。うん、サムライジャパンのもいくつかあるし、スパイク、実際試合で使ったスパイクとか、グローブとか、2022年の日本シリーズのキャップとか。これはね、なんかいいタイミングで模様替えとかしていくか、うん、棚を増やして飾るものを増やすか、うん、どっちか。そっちがいい。その方がいい、増やしていく、うん、じゃあそれをしていこうかな。今からじゃあ更衣室の方を見ていこうかな。ついてきて。はい、ここにちゃんとロッカールーム、いいえ、ね、個室にちゃんとなってます。こういう感じで中がね、なんかもう超いい感じ。人がね、ダブったとしてもロッカーがね、それぞれ1個ずつあるんで、とりあえずあのちゃんと鍵を閉めてやれば、着替えた後は待機してもらうとか。便利じゃない？便利。一応ウェアがあります、上下。なんで手ぶらで来れます。ソックスも一応ね、タオルも。ソックスとタオルと、使ったものはもうここにもう収め、もう入れてくれるだけでいいんです。これもあとはこっちで全部洗濯やったりとか、こっちでやるんで、あとはもう手ぶらで来てもらって全然大丈夫です。そんな感じ。あと鏡もあるんで、ちゃんとお化粧直しとかしていきたい人、化粧して出ていきたい人とかはできると。じゃあということで、これを着替えた後にどこに行くか、トレーニングするとこ見に行っちゃおうよ。じゃあ早速見ていきたいと思います。こちらこんな感じ。いいね。トレーニング機材がね、こうやってあって、まあ普通にこう基本的にこうね、いろいろこっちにもついてるし、こっちにもついてるし、いろいろありますっていうことで、でこっちでやれる、これダンベルがここら辺にね、いろんな重さ、いろんな種類が揃ってますと。で、うちのトレーナーがちょっとマッサージもしてくれる時があるんで、これはベッドが常に置いてあります。あとは、まあ、ベンチがあって、で、こっちがね、細かい機材。ここでだいたい1日ワンセッション1時間とか受けてもらってトレーニングするという形になってます。どんな感じでやっとるかちょっと気になるよね、みんな。トレーナー呼ぶ？トレーナー呼んでみようかな。トレーナー、そういうジムだと思う。そういうジムだと思う。来ましたね。はい、まあおなじみの慎吾くんです。佐々木トレーナー、慎吾トレーナーです。まあ、なんで基本的にもう彼がもうずっとマンツーマンでトレーニングしてくれて、やるっていう運びになってますんで、ちょっと早速ちょ俺も着替えてやってみようかな。トレーニング行こうか。うん、やってみようか。やってみましょう。じゃあちょっと着替えてきます。ということで、じゃあ、はい、や、着替えてきました。2秒、1秒、0.5 秒ぐらい。いや、だから僕はこういう力があるってことですよ。まあ、ただちょっと盲点なのが、着替え持ってきたのに短パン忘れたんですよ。じゃあ履いてないってこと今。いや、借りれます。さっき見たでしょ、短パン履いてるやん。うん、なんでサイズも SML、うん、SMLN N って何？忘れても大丈夫だし、
忘れても大丈夫です。早速これね、ベッド用意してもらって、なんかどういうのが始まるのかわからんけど、じゃあちょっと早速信号もう一回呼ぼうか、うん、トレーナー、はーい。もうそれで行こう。よろしくお願いします。お母さんと一緒に見て。しょっぱなは何を、まあ、ちょっと最初大体まあトレーニングの流れとしては、やっぱあの体の状態を見るっていうことをまあ基本的にはしてるんで、まあ今日カズもちょっとこうベッドをねあえて使って、まあちょっと状態見て、そこからこうストレッチとかしてトレーニング入るっていう感じにしようかなと思います、うん、なるほどね。こうやって初っ端にコミュニケーションを取りながらやるみたいなね。やっぱお客さんは、あ、痛いって感じにもなったりするけど、まあ、できるだけあのトレーニング前に痛いっていうのはやっぱあんまりやりたくない。あ、感覚体がグッと力入るし、あ、なるべくその痛くないところで、あの、まあ、なんかちょっとほぐすみたいなことはできる限りやるようにして、うんうん、神経寝てるやん。やる気なくなるよね。そうでしょ。そうだよ、じゃあマジで寝てるよ。超眠くなるこれ、うん、でもそれを慎吾の力で寝させようとするんだろう。いや、なんか、うん、その自分の弱いところみたいなのとかも、その触った感じで慎吾もやっぱ分かってるし、自分じゃ気づかん体の違いとかを多分逆に知れることができると思う。これはまあこんな感じで体を見て、ちょっとストレッチとか入れて、まあ、整えてからトレーニングに入っていくっていう感じです。よし、じゃあトレーニングに行きましょう。よし、じゃあそれでは早速トレーニングをやっていきたいと思うんですけど、まあちょっと全てをお見せすることはできないので、今日まあいくつかお見せできればなというふうに思います。カズの場合はちょっとこう若干ですけどね、こう腰をちょっと反りやすいなっていうちょっと傾向があるなっていうふうにちょっとさっき見た感じで分かったので、まあ、反り腰の人にというか、その彼に合ったちょっとトレーニングを、いくつかやっていこうかなと思います。じゃあ早速というか、そのまま仰向けで寝てもらって、おーい、よし、で、ボールを組んで、ボールに、そうそのままここにかかとつける感じ。そう横から見た時に膝と股関節が90度くらいに、そう、結構近づいて、まあ、これはすごいざっくり言いますけど、もも裏をこう使うトレーニングです。で、動きとしてはそのまま回してこうちょっとボールを押す感じで、お尻を上げていく、そうで、一回こうね上げたら、足から入ったらお尻を下ろしてつけて OK。 そうこの動きをやっていきます。連続でだからですね、ちょっと低くさせて、そうそういう感じ。いいね普通にきついやけどこれ。そういう感じ。せーの、ピッピッピッ、いいよ、5回いこうか。そう、うまいね、さすが。これきついね。いいよね、これは。大体何セットぐらい？まあできる限りです。まあ5回を2から、まあ、3セットぐらい。2から3。うわー、これ効くね、初手で。いいね。じゃあもう1回同じ感じ。やるんすか俺も。はい、OK、ナイス。よし、OK、いい感じ。よし、まだくりこんな感じ。ボールは聞きましたか？聞きました、okay、ちゃんと来たね。はい、じゃあ続いてはちょっとスクワットをやっていきたいと思います。目的とか、まあ、その日の上半身関節どっちやるかにもよるんですけど、まあ、結構オーソドックスな種目なので、今日はちょっと彼にもやってもらいたいなと思います。まあ、大体このラインから内側に手が来るように。で、左右は大体もう自分の目測でいいんで、大体均等に持ってもらって、で、一回持ち上げます。こういう感じで、持ってもらったら、で、足の幅は自分のこの腰の骨の幅に足が来るように、収まるように。で、こう立ってもらったら、ここから、まあ、スクワットしていくんですけど、スクワットするときは股関節と膝をこれを同時に曲げるように意識してもらってやっていきましょう。はい、こんな感じでやっていくんですけど、やってみてもらって、お客さんのその状態見て、例えばこのスクワットでもスタンスちょっと広くしたりとか、まあ、もちろん重りも重くしていくっていう感じで変化をつけていきます。
最後に、まあ、本来であれば今の2種類だけじゃなくて、もう2種目とか3種目くらいですね、時間とかにもよるんですけど、今日はこの最後に、まあ、クールダウン的な動きを最後にやりたいと思います。まあ、いつもあの最後にはストレッチとかも含めてこういうこともやるんで、まあ、最後やってもらおうかなと思います。はい、じゃあそのまま四つん這いになりましょう。四つん這いになります。そしたらそのまま床を押す感じで、この肩甲骨をぐっと離して、ここを、あ、そうそう、伸ばす感じで丸めていく。背中でかいめちゃくちゃでかい。でかい。で、ここをぐっと張った状態、そのまま次骨盤をこっちまで丸めていく感じで、そう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 、ぐっと丸めていく。あ、オッケーオッケー、いいね、オッケー。よし、じゃあこれで終了です。よし、お疲れ様でした。実際にはトータルで何分ぐらいの、ぴったりトレーニング1時間僕トレーニングぴったり1時間。1時間ってことは、じゃあ今は3種目しかやってないけど、うん、4種目、多くて4種目、まあ全部で多分それぐらい、全部で4か5、4か5ぐらい、4か5ぐらいをみっちり。そう、はい、皆さんなかなか意外ときつかった。俺の中では多分普段多分やってない人、うん、特にしんどいと思うんで、今日のイメージをもとになんかみんな通ってくれると嬉しいですね。こういうトレーナーなんで、あのめちゃくちゃ緩いし、はい、あの本当楽しいと思うんで、あのしっかりと向き合ってくれると思うんでね、あの皆さんぜひよかったらトレーニング受けに来てほしいなと思いますね。はい、で最後にまたカウンセリングとか、あ、そう、初回の場合は、うん、これ終わった後にどういう通い方があったかっていう、一応あのプランが2つあるんで、うん、目的に応じてこっちの方がいいんじゃないですかっていうお話をちょっとご提案を最後させていただくっていう感じですね。なるほど。プランとしては回数券、そう、2つあって、一個は回数券、これはもうシンプルにトレーニングをのみで通ってもらうパターン、うん、でもう一個はボディメイクコース、こっちはまあトレーニングはもちろんなんですけど、食事指導もつけて、しっかりこう2ヶ月から3ヶ月で目標を持ってですね、その体重を減らすっていうことを目標に頑張ってやっていくっていうコースですね。まあでも本当にこう年齢を意外と問わずね、あの、うん、若い人も来てくれるし、まあ、男性の方もね、あ、そう、あの来てくれて、でその男性がお子さん連れてきてくれたりとか、いろんなパターンのお客様が今いらっしゃるので、ぜひよかったら皆さん、シンゴトレーナーとトレーニングしてみてはいかがでしょうか。今日はね、ちょっとざっくり、皆様に、僕の桜新町にあるジムをご紹介しました。まあ、これから、今言っとけば夏に向けて準備できるし、普段から運動する癖もつけたいっていう方がいらっしゃいましたらできます。いつでも明るいシンゴトレーナーがいるんで、はい、なんでね、僕もたまにあの顔も出しますし、なんでね、あの環境としては僕もすごくいい環境だなと思ってるので、まあ、機材もそうだし道具もそうだし、いろんなものはちゃんと揃えたので、なので皆さんぜひよかったらパーソナルジムダゼボにお越しください。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画をお楽しみにしてください。ということでまた会いましょう。バイバイ。バイバーイ。